札幌市が招致を目指す2030年冬季オリンピック・パラリンピックの全国的な支援を目的とした委員会が発足し、今日初会合が開かれました委員会には JOC 日本オリンピック委員会の山下会長や IOC 国際オリンピック委員会の委員を務めるフェンシングの大田裕樹さんら36人が名を連ねています